これは強敵だな。Good job. やるじゃないか。じゃないか。おう、思ったけどか。おお、できたじゃん、上手。難しいね。難しいね。でもさっきより上手だよ。もうちょいね、きっとね、これ上なんだろう。はい、おー、できた。おー、上手。うん、もうできてきた。上手。ちょっとずつ顎出ちゃうね。あれ？上手だよ。おー、上手。バッチリバッチリね。やるじゃないか。やりました。はい、こんにちは。ヤスルデブスガチューブの堀川です。お世話になっております。ちょっと数日間ですね、かなり多忙を極めておりまして、運動があまりできなかったっていうのもあったんですけど、今日の体重は97キロちょうどでした。110キロ以上から始めてるので、約もう13キロ4キロぐらいダイエットに成功している今日です。その運動できない間、何を工夫していたかというと、まずやっぱり食べ物ですよね。高タンパク、低脂質、低糖質というものことを意識していました。食べていたのは豚のヒレ肉とか鶏のささみ、お肉関係は、あとは一緒に付け合わせで野菜を炒めて食べるみたいな感じにしていましたけど、でご飯の量も全く取らないというわけではなくて、
本当にお茶碗半分以下、うん、僕口が大きいので2口か3口ぐらいで終わってしまうぐらいの感じ。だいたいグラム数で言えば100グラムか120グラムぐらいなんじゃないかなと思います。それでも今お腹が全然満足して、いるので、しばらくこのまま続けていきたいなと思います。豚のヒレ肉と鶏の胸肉、この辺の料理に関しては、まずどちらもね、調理する前に、基本的に焼き料理を作るんですけど、調理をする前に片栗粉をまぶしておくというのが結構ポイントです。片栗粉をまぶすことによってね、お肉がパサパサにならないで済むので、あとはもう醤油とかなんかその照り焼きみたいな感じにしてどちらも食べていたので、それもそのうち実際に作ってお見せできればいいかなと思います。本当に美味しくできたので、かなりダイエットには強い味方になるんではないかなというふうに、自負しております。あとトレーニングに関しては、一応最近やってたことは、ジムを変えました。今まで行ったところからエニタイムフィットネスに変更しました。理由はね、今まで行ってたジムが別に悪いとかいうわけじゃなくて、ただベンチプレスの台が1台しかないんですよ。で最近ね、日照時間がちょっとずれてきたこともあって、朝の目覚める時間がちょっと僕も遅くなっちゃうんですよね。前まで4時とかだったんですけど、今5時とか5時半とか下手したら6時とか、そしたらもうその日朝ジム行ってトレーニングしようと思ってたけど、結局ベンチプレス空いてないからできんみたいな感じになっちゃったりするので、だからエニタイムフィットネス近所にあるところはベンチプレスの台だけでも3台ぐらいあったりとかするので、取り合いになる率がかなり低いと。例えば夜のその忙しいお店がそのジムの中に人が多い時間に行ったとしても、ベンチプレスの台とかが空いてるというところがあるので、そっちに移籍することとしました。乗り換え割とかいろいろその他もろもろの費用、割引サービスを使わせてもらって、大体3ヶ月来年の1月ぐらいまではね、毎月3000円ちょいぐらいで通えて、その後は、7000円ぐらいになるのかなっていうような感じです。まあ、ちょっとその絵でトレーニングの様子も少し見せていきたいところではあるんですけど、ちょっとこの先もまだ1週間ほど忙しさが続くので、まあその取れる範囲のトレーニングと、あと目標の11月30日までに 85.9kg という目標は全然変えるつもりはないので、また次の動画で、お会いしたいなというところでございます。この先もダイエットと運動と頑張っていきますので、はい、よろしくお願いいたします。お疲れさんです。